はい、どうも黒田です。ということで今日はこちら歌舞伎町に来まして、マジで3年ぶりとかなんですけど、超緊張してて、今日こんな時期にちょっとお仕事をいただきましたね。何かっていうと、まあ、見た目じゃ分かんないですよね。今日ちょっと、これ知ってます？これもうすごい歌舞伎町のど真ん中で風林会館やばい、はい、クラブボーイさんでちょっとホスト一日体験するということで、はい、ちょっとお仕事いただきましたね。で、俺プロタン来るよって広告打ったんですけど、一人だけしか来なかった。YouTuber やるとね、よくイベントとかで、ほらシャンパンタワーとかさ、もう何十組で満席とかあるんですけど、俺今日リアルお届けするんで、一組しか来なくて、はい、で今日本当純粋にホストを一日体験してね、はい、っていうので今日ちょっとこのクラブボーイさんね、ちょっと代表の方と目の前にいるんで、はい、いいですか、今日ごめんなさい、お世話になるし、はい、はじめましてクラブボーイのオーナーの蒼井優斗です。よろしくお願いします。蒼井優斗さん、お願いします。え、蒼井さんはなんかもっと、はい、警察官、もともと警察官やってました。警察官からのホスト、はい、すごいですね。いやもう逆ですよね。でも真逆の職業だから、そうですね、すごいなと思って。警察とホストしか仕事したことないんで。すごい。で、このクラブボーイ、はい、で今12月の28なんですけど、いつからオープンしたんですか？3月21日にグランドオープンをやって、今ちょ、あ、邪魔だ。そうですね、9ヶ月近いです。9ヶ月ぐらいだ、はい、で、なんかすごいですよね、なんかシャンパン1本。そうですね、1匹何でしょう。チャリティーオリシャンっていうのがあって、はい、シャンパン1本につき500円なんですけど、500円を募金するっていう、それで、あ、そういう事業もしてると、はい、そうです。めちゃくちゃそんなホストでそんなやってるお店いいな、魅力的だなと思って。ありがとうございます。今日僕ホストマジの1日体験ですね、はい、8時から1時までですよね。はい、ちょっと長い長い。俺大丈夫ですかね。大丈夫です。プロタンさんしかいないです。いや、そのほら女性との接し方とか俺人気なんで、はいはいはい、その慣れ慣れしくできないんですよ。でも一緒です、一緒です。僕も陰キャ。確かにちょっと陰キャっぽい。陰キャなんですよ。でもナンバーワンなんですよね。そうですね、はい。すごい。ちょっといろいろ話聞いて、本当素で接客してみたいなと思って、はいはい、本当職業体験なんですよ。ちょっと楽しみ、今日本当に。今ホスト結構いろいろ話題なんで、そんな職業ちょっと今から体験できるのちょっと楽しみなんで、ちょっと寒いんで中入っていいですか？はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと行きましょう。はい、すごい、なんか名刺作られて全然ホストっぽくないんだけど。これ全然ホストっぽくない。いや、これはまあマッスルバーの店長やな。マッスルバーじゃないですよね、もう。マッスルバーじゃないです。すごい、ね。こんな名刺もらっちゃって申し訳ないな、一組しか聞いてない。前代未聞ですよね。リアル。だから今日本当に僕のこと知らない、ほぼ知らないお客さんのところにもついて、はい、そうです、ね。お酒飲んで、戯れるってことですよね。そうです、そうです。ちょっと待って、ガチで緊張して、大丈夫これ。大丈夫です、大丈夫です。ファンがいないってことですもんね、僕のあんまり。一人います。一人でしょ。一人。それを5時間これからやるんだ。やばい。ちょっと待って。前代未聞だわ。ちょっと、なんか教えてくれないですか、ちょっといきなり。あ、教えます、教えます。じゃあ、ちょっと今、はい、いいですか。もう時間ないと思うんで。そうですね。すごいな、これ。どこでしようかな。で、教える担当は、はい、教育係の。教育係。いいですか、桜木花道。怖い。お願いします。教えるぐらいの、だってもうね、もともとやられてたと思うんで。いや、全然、ほんとアルバイトで、はい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 、月に1、2回出るぐらい。はい。なるほど。はい、まあでも、まあ、基本は全部、まあ、その時とあまり変わってないと思うんで、まあ、あとはそのままやってもらえたら、多分今日みんなプロタさんにね、会いたいって言ってるんで、一言もないです。なんかマナーとかなかった。まあ、じゃあとりあえず今日喋ればいいって感じですか。まあそうですね、そのまま普通の動画のまま接客していただけたら、多分女の子も喜んでくれるんじゃないかなと思う。わかりました。じゃあ本当、はい、素でやってみます。はい、よろしくお願いします。はい、でもし何かあれば、はい、裏で指導してもらえます。はい、来て10分後に接客みたいな感じですけど、はい、はい、じゃあちょっと行っていきたいと思います。はい、あ、じゃあ今からちょっとお願いします。まずグラスの作り方、はい、
はい、まずはアイスを入れる、はい、アイスは必ず両手でトングを持って必ず片手を添える形で、はい、こう添えて取る、はい、こう掴んだらこう掛けしつつ、マジっすか、はい、これ忘れちゃう忘れちゃう、薄めが指1本、はい、普通が指2本、はい、こういう面ってやると指3本、はい、どうぞ。じゃあいただいてみていいですか。うまい。ただの水割りです。なんかすげえうまく感じる。奥深。そうですね、黒が。やばい、ちょっとわかんないかも。とりあえず隠せばいいですもんね。すいません。いや、すいません。はじめまして。あ、はじめまして。はじめまして。僕のために来てくれたんです。そうですよ。そうですよ。すみません、ありがとうございます。すみません、プロさんと思います。お、すごい、まずプロさんです。よいしょ、このために作ったんですか。はい、第1号、第1号。3-3-2-1-1-1、はいよ、ありがとうございます。プロさんがガイド、プロさんがガイド、プロさんがガイド、プロさんがガイド。いや、すごい、ありがとうございます。すごいわ、これが凍る、これが凍るです。超気持ちいいっすね。怪物くんチャンネルって、飯食うやつですか。まずそこに出させていただいてるものになります。すいません、プロさんと申します。今日限定の飯で、先輩、先輩だったら来ましょう。マジで、はい、一緒に回ります。はい、行きましょう。おはよう。いい、ご一緒しても、ご一緒してもいい、ご一緒してもいい。じゃあ、開催させていただきます。優しいんだけど。はいよ。ラボワン、ラララ、今日初めての女性でね、いや、めちゃくちゃ M そうで、M そうで、マジで好きです。ちょっと超えとる。ホスト業界にマッチを増やしたいなと、そういうブラインドで今、ちょっと待って、見たことない。マジで硬い。硬い。硬かったです。おーい、ありがとうございます。ちょっと今日もいいですか。ちょっと固まらないように。すごい。あ、そういう。いいですか。それは俺がやばいよこれ。すいません。ありがとうございます。肩こらないように。すげえ。今一番会いたい人がプロだって。マジですか。なんかもう本当死んでもいいなって思えるぐらい本当光栄で、今幸せな瞬間でございます。やっぱ男は裏切らないよ。やばいわ。テンション上がってきた。プロダンシャンパンでしょ。いや、そうなんですよ。何本あって、何本、何でしたっけ、何本、何番。あ、いい、プロさんさんおりさんです。あ、いいね、いいね。あ、いいじゃん、いいじゃん。え、うまいな。カードも3本3本いただきます。いや、すいません、マジで、すいません、マルさん3人で。え、やばすぎる、そういう人いるんだ。プロさん、はじめまして。はじめまして。初めてなんですけど、おめでとうございます。ちょっと女性を大切に頑張ってください。本当に男って最高。いや、ありがとうございます。女なんかいらねえよな。いや、いります。います。そこは、はい。いや、本当すいません。ありがとうございます。またね。またぜひ近々お願いします。お気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。超金持ちじゃないですか。やばい、バケモン来ました、ね、でも残念なお知らせがあります、はい、女の子がプロペラ締めて来るって言った女の子が予約してた子がぶち切りました。で、また今日男しか来てねえ。そういうことっすよ。そっから男を愛して生きていけってこと。やっぱ男最強だ。そういうこと、そういうこと。マジで結構仕上がってるから、マジで。で、結構仕上がってる。あ、一応じゃあ、ここに座ってもらおうか。なんか目決まってるよ。決まってるんだ。マジで決まってる。やばいやばい。俺マジ好きなんだ。テンションコストです。テンションコスト。目めちゃくちゃ。そうでしたよ。
はじめまして、プロさんと申します。え、ごめんなさい、お名前なんて言うんですか。ゆりです。ゆりちゃん、マジでありがとうございます。なんかセクシーですね。あ、飲んできたんで、どこで歌舞伎飲んできたんですか。一人で来たの今日。どういう人が好きなんですか。どういう人タイプ。え、マジですか。ちょっと緊張してるから。ちょっととりあえず握手してもらったら。手超冷た。グラス持ってたから。いや、ちょっとこうしてみましょう。超手詰めた。また平昌ではないですか。そうかもしれない。てか、めちゃめちゃ華奢っすよね。めちゃめちゃスタイル良くないですか。運動はしてないの。運動してない。スタイルなんかめちゃくちゃ良くないですか。さっき入ってたシャンパンに高いやつ。一緒にいてくれるんですか。一緒にいますけど、いいんすか、そんな。この後も一緒に大丈夫ですか。お店の後も一緒に大丈夫ですか。やばい、これ動画なんで。あ、でもさっきのシャンパンより高いのでなんか。ちょっと体ちょっと慣れてもいい、ちょっと待って、酔っててやばいな。ってやつ。はい。何バーとか。あ、お酒はもう飲むのだから。いや。エッチってこと？セシャー！セシャー！真ん中。すいません、お邪魔します。お邪魔します。いや、自粛してますよ。ごめんなさい、お名前なんて言うんですか。かわいい名前なんですか。かわいいって言ってゆりえちゃん。ゆりえちゃんね。なんか髪のツヤやばくない。お金つけ、金かけてるんで。ちょっと触ってもいいですか。めちゃくちゃツヤやばいね。てか超ほくろセクシーだね。ほくろがエロいってよく言われる。いやマジで。でもお願いします。思ったこと言ったんだ。でもすぐ終わってまだ終わってねえっすか。もう女性いないんだったらよくないっすか。いやまだ終わってねえっすから。あのここの、あのあれありますか。あ、そうか。あ、担当帰り、担当帰りだ。担当帰ってきたよ。いや、唯一の女性来たわ。ゆりちゃん。
マジで今日5時間いるんですけど、ゆりちゃんって来たんだけど、女性。さっき女の子来たじゃん。いや、あれは担当の人をついただけ、ヘルプ。ヘルプなんだ。めちゃくちゃいっぱい来てな。何あの写真。自撮りで写真撮ったやつ送ったら伸びてよ、今日から。じゃあ、皆さん見て。プロダンさんのシャンパン、はい、いただきます。はい、いや、そりゃそりゃ今日は入れたいです。よいしょー。やばい、カッチンコッチンかもしれない。じゃあ後で相談しよう、ちょっとね。後で相談しよう、 YouTube 動画待ってるから。俺もちょっと後で後悔したくないんで。じゃあ後で相談ね。ありがとう、ありがとうございます。イエーイ。本日のラストソングはプロパン。よく見て素敵ね、これでもっと完璧なんて、たくさんの宝物。いやばいやばい、リズムが分かんない。ねえ、このシーン、コンドーム20個も。はい、エリちゃん、ごめん。マジでごめん。やばい、ホスト最高。はい、ということで、めちゃくちゃ飲みました。8時から1時まででしたっけ。5時間、しっかり働きまして、売り上げ、青井さん、いいですかね。いいですか。はい、売り上げの方、はい、総売りで280万円になります。やば、マジで本日一日で。いや、全然来てなくて、男だけだったんですけど。そうですね。それ280万。ありがとう、280万。いや、マジで男の力すごいっすよ。めちゃくちゃすごいっす。いや、本当来ていただいた方、本当ありがとうございます。来てください。いいですか。めちゃくちゃいい人なんで、ぜひね、いろんな人に来てほしいですよね。そうですね。なんかめちゃくちゃ本当に、ね、いろんな、仕事しましたけど、めちゃくちゃ温かい空間だなと思って。ありがとうございます。やっぱ青井さんの人柄だなと思ったんで、はい、ぜひちょっと来てみて、寄ってみてください。めちゃくちゃいいとこですね。売り価格から、はい、徒歩30分ぐらい。徒歩30分で、徒歩30分で。寂しい方はぜひ。ボーイクラブ、はい、ケムレの概要欄貼っとくんで、はい、ということで、広告、宣伝して一人も来ない状態で、はい、売り上げ1日退勤したら、はい、男がめちゃくちゃ来て280万。280万がありました、男で。いや、マジ男最高。男子ソース大好き。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。やばい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 。ゆうさん、ありがとう。